老将軍郊外は周囲を説得し、苦肉の策で曹操との内通を図った。郊外の密書は干拓によって曹操のもとへ届けられたが、疑惑を抱いた曹操は真偽を確かめるため召喚を呉へ密かに送り込んだ。関内殿、郊外将軍のお体の具合は？ああ、大丈夫だ。上昇のもとへ落ちる日までにはすっかり元気になる。ひどい折檻でしたからな。上昇は十分な恩賞を用意してくださるはずです。向こうでゆっくり養生いたしましょう。あれは彩花の声、郊外の内通は本物だったか。あ、怪しい奴、何をしているか。さっさと立つんだ。お、召喚殿。一度逃亡した者です。連行しましょう。なんとか助けてやってください。大使寺は融通の利かん男でな。遅かった。召喚、懲りもせずまた何を企んでやってきた？いや、実はそのまたお主と旧交を温めようと。黙れ。曹操の命令で何か探りに来たな。違う、信じてくれ。言うな。二度も騙される私と思うが、前に来た時は細胞の密書を奪い逃げ帰ったではないか。それは誤解だ。わしは決してそんな大それたことを。音頭もよ。一刀両断にすべきところだが、出陣までその首預けておく。大使寺、ぶち込んでしっかり見張れ。さっさと来るんだ。なんてことを。かつて水鏡先生こと芝木の門下に伏流鳳数と呼ばれる二人の大天才が学んでいた。伏流諸葛亮孔明は劉備玄徳に三個の礼をもって迎えられ、鳳数鳳頭資源は慶州より姿を消し身を隠していた。孔明の招きにより今両雄は久々に対面を果たしたのである。お久しい、宝刀殿。まことに。お噂は聞いておりました。孔明殿、ご迷惑ではなかったのですか？世の流れはあなたも私も矢にとどめておかぬらしい。周遊殿がいい餌を得ました。
食らいつくべきでしょう。周遊殿からは幾度か誘いがあったのですが、時期尚早かと。また上昇曹操からも執拗な誘いがあり、身を隠していた次第で。まさに引く手あまたですね。孔明殿の天下三分の計こそ今の世においては理想的な策と考えております。まずは曹操を慶州から駆逐することでしょう。宝刀殿のご出馬こそ願わしい時です。微力ながら喜んでお役に立ちましょう。周遊殿、大都督殿、天下の大計ですぞ。奇跡ですぞ。大行すぎますぞ、露宿殿。参られました、あのホース、宝刀先生が。何、宝刀先生が？はい、私は7度も迎えに行って断られたのに、あちらからやって参ったのです。うん、これは確かに大計だ。先生を直ちにこちらへ。はい。天下の宝数が飛び立ってきたのだ。孔明の策などもういらぬわ。さあ一献、宝刀先生にご来賀を賜り、ただ感激に耐えません。ああ、早々に慶州を蹂躙され、安住の地を失ってさまよっておりました。これを機に後に滞在していただければどれほど力強いことか。私でよければお役に立ちましょう。おお、願ってもない幸せです。宝刀先生、曹操を破るにはどんな策が良いと思われますか？ただ一つ、火攻めです。おお、私も同じ考えです。しかし長江は広い。たとえ敵の水軍の一隻に火をつけても、他の軍船はちりぢりに逃げてしまうでしょう。確かに。では逃がさぬ策が？あります。連環の計を使うのです。連環の計？あ、これは、連環の計。これを成し得るのは宝刀先生のみ。周遊殿はすでに良い餌を手に入れているではありませんか？はい。その餌に食らいつきましょう。その頃、罠とも知らぬ雑賀と雑中は召喚の救出を図っていた。うまくやってくださいよ。召喚殿、早く逃げてください。これはありがたい。どうやら追ってはいないようです。助かった。上昇にお主たちの裏切りはないと必ず伝えよう。それより上昇にお土産がある。え、天下の宝数、宝刀先生だ。あの有名な兵法学者の宝刀先生、本物ですか？上昇が確かめてくれる。お主の大手柄にもなるぞ。宝刀です。召喚殿、船の支度ができております。急ぎましょう。はい、重ね重ねの手配り感謝いたします。郊外将軍以下、我々も後から参る。
上昇がどんなに喜ばれるか周遊め見ておれ。ではやれやれ、これで一仕事終わるか。うん、礼を言うぞ関寧殿。礼を言うのはこっちだ。お、生き返ったか。バカめ、初めから死んではおらぬわ。貴様たち騙したな。お互い様だ。ご苦労さん。これで曹操も疑うことはあるまい。かくして宝刀は曹操のもとへと向かった。天下の名軍師伏流、ホース、孔明と宝刀は乱世収拾の策天下三分の計を実現すべく奇策をもって共に曹操に対することとなった。宝刀資源参上いたしました。うん、ようこそ参られた。たびたびのお招きを受けながら今まで果たせなかったことをお詫び申し上げます。召喚から事情は聞いているが、周囲を捨ててわしを訪ねたのはいかなるわけか。周囲はうぬぼれが強く、人の弦を入れる度量がありませぬ。人の弦を入れる度量のある寛容なる上昇とお聞きし、少しでもお力添えができればと。気に入った。劉備玄徳に諸葛亮孔明あり、呉の国に周遊黄巾ありと噂されたが、この曹操は今宝刀資源を得た。何を恐れよう。はは、宝刀の大田抜め、抜け抜けとよく言うわ。いかがかな我が軍の陣立ては。ウリン一帯が背後からの奇襲に完璧な備え、孫子に勝る見事な布陣と申せましょう。宝刀軍師の目にかなったと、これは心強いことだ。24の水門、城郭を形作る軍船の構え、まことに見事な兵法。周囲は水上戦に優れていると聞いているが、宝刀軍師の言葉を聞いて安心いたした。慶州の水軍を加え、軍船は数千ほどあろう。まず周遊の水軍には劣らぬ。老船、草下、猛艦、猛将船、船の種類も豊富で素晴らしい。さすがに上昇の兵法は見事です。しかしただ一つ欠陥がございます。わしの兵法に欠陥だと。お味方に良い医者が少ないのでは。おう、それがどうしてわかる。病気の兵士が多いように見受けられます。いや、実は頭の痛いことだが、北の兵士たちは船に慣れず病に悩んでいる。このままでは多数の兵士が倒れ、決戦の勝敗にも関わることになろう。長江は潮の満ち引きも激しく、風の止むこともありませぬ。そのために船の揺れが激しい。北の兵士が病にかかるのは当然のことです。しかしわしでも自然の動きを止めることはできぬ。その通りです。そこで船の動きを止めるのです。船を止める。はっ。
30隻ほどを一組にして船と船の友とへさきをこのように鉄の輪でつなぎ、その上に広い板を敷き詰めるのです。うん、これなら陸地と同じだ。人も馬も揺れずに歩ける。これを連環の刑と呼びます。連環の刑、これだ。これこそ勝利を得る策だ。私の思いつきにすぎませぬが、ご判断は上昇ご自身が。いや、さすがは名軍師、立派な策だ。直ちに鍛冶屋を集め工事にかからせるとしよう。宝刀軍師、これからもよろしくお教え願いたい。恐れ多いことです。できる限りお尽くしいたします。さあ、まずは一献。水がぬるんでいる。いよいよ来るか。うん、これなら完璧です。おかげで兵士たちも大喜びしておる。病も癒え、立ち直ってくれるに違いない。待っておれ周遊、必ずお前の水軍を破ってみせるぞ。何者？お、序章殿。お久しぶりです、宝刀殿。曹操のもとへいるとは聞いておったが、まさか私の計略を曹操に知らせるつもりではあるまいな。さあ、かつては水鏡先生を師と仰ぎ、共に学んだ学友であった。だが、時勢は立場を変え、私は今上昇の家来。お主の言葉次第でこの国81州の民衆の運命が決まるのだ。連環の刑で曹操軍は火攻めに遭い、20万の水軍兵士が危機にさらされよう。お主、本気で知らせる気か？宝刀殿、私の心は劉備玄徳殿のもとにあります。謀略で母を殺され、一生曹操のために計り事を授けることはすまじと誓いました。知らせるつもりなど毛頭ありません。ほう。だが連環の刑が成功すれば、上昇に従っている私の命も危なくなりましょう。では上昇のもとから逃れる方法をお教えいたしましょう。そんな方法があります。一言噂を流せば十分。その夜、曹操軍の陣中では奇妙な噂が広がり始めていた。西凉の関水が謀反し巨匠へ攻め込んだという内容であった。事態を重視した曹操は翌日、腹心の武将たちを召集した。都を留守にしている不安がこのような噂を生んだものと思われます。関水のことは気になっていたが、誰か都へ戻って手立てするものはないか。この序章にお申し付けください。ん？それがし、序章にお仕えして以来、何のお役にも立てず心苦しゅう思っておりました。うん、お主が言ってくれればわしも安心だ。よし、騎馬戦記を連れて行け。いえ、騎馬戦記では少のうございます。
何しろ都は広く。それでは騎馬2000騎だ。いや、もう一声、それも精鋭ほど望ましいかと。わかった。騎馬2000、歩兵1000、都合3000つける。ありがとうございます。私もお願いがございます。宝刀軍師も何か。こちらに参る前、呉の様子を見て参りましたが、周囲に恨みを抱いている武将は郊外、関宅、関寧の他にも多々ございます。お許しがあるならば、私の弁舌で巧みに口説き、こちらへ降伏させたいと思います。さすれば周囲も孤立無援となり、上昇に屈服いたすかと。おお、それをやってもらえるなら帝に奏上し、宝刀軍師を大臣ほどの位に。位が欲しくて申しているのではありませぬ。万民を救わんがためにござりまする。そうであったな。これは失礼した。とにかく周囲に怪しまれぬよう頼み申す。はっ。では直ちに。宝刀め、自分も逃げる手を考えたな。孔明の軍略天下三分の計を実現すべく、宝刀は連冠の計を用い、曹操軍水軍の壊滅を画策した。これにより周囲の火攻めの策は全ての準備を完了したのである。玄徳、曹操、孫権、三人の英雄たちはついに天下の覇権をかけ、赤壁での戦いを迎えようとしていた。